皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生の国語、くじらぐも3時間目の内容です。教科書の4、5ページを開きましょう。目当ては、 1の場面を子供とクジラになりきって動きながら読んでみましょうです。ではまず動画を止めて1の場面を音読しましょう。音読できましたね。一緒にお話を確認しましょう。 誰が出てきましたか一年二組の子どもたちと先生そしてクジラグモが出てきましたね。子どもたちと先生は何をしていたのでしょう 体操をしていましたね。それから駆け足で運動場を回っていましたね。先生が笛の合図を出して止まれもしましたね。回れ右の号令で 回れ、右もしましたね。運動をしているときには、いち、に、さん、し、とかけ声も出していましたね。次に、くじらは何をしていましたか 伸びたり、縮んだり、深呼吸もしましたね。この、たりたりや、もの言葉は、同じようなことを繰り返しているときの言葉です。クジラは他にも何かしていましたか みんなが運動場を回ると雲のクジラも空を回ったのですね先生が笛で合図をするとクジラも止まりましたね回れ右の号令で回れ右も しましたね。子どもたちや先生がしていることを、クジラも招っこをしているんですね。招っこしているクジラを見て、子どもたちは何と言いましたか あのクジラは、きっと学校が好きなんだね、と言ったのですね。お話の確認ができましたね。では、動画を止めて、皆さんが一年二組の子供たちになりきって、体操やその場で駆け足などをしながら読んでみましょう。 お家の人はクジラと先生になりきって一緒に読んでみましょうできたら次は役割を交換して読んでみましょうクジラグモと一緒に体操をしたり駆け足をしたりするとどんな気持ちになりましたか 一度動画を止めて、おうちの人と話してみましょう。お友達の考えを紹介します。まねっこしてきて面白い。一緒に体操楽しいな。もっと遊ぼう。 みなさんの考えとにているおともだちはいましたかまねっこしているくじらをみてこどもたちはなんといいましたかあのくじらはきっと学校がっこうがすきなんだね。といったのですね。 振り返りをしましょう。目当ては、1の場面を子供とクジラになりきって、動きながら読んでみましょう。でした。子供たちやクジラになりきって読むことができましたかここからは2の場面を読んでいきます。 教科書の6ページを開きましょう。目当ては2の場面を想像して、声の大きさや速さを工夫して読みましょうです。では動画を止めて2の場面を音読しましょう。 音読できましたね。誰が話しているのかわかりやすくするために教科書に線を引きましょう。一年二組の子供たちや先生が話した言葉は赤鉛筆で、クジラグモが話した言葉は 青鉛筆で線を引きます。動画を止めて、教科書に線を引いてみましょう。1個目の「おーい」は、みんなはと書いてあるので、赤鉛筆ですね。 2個目の「おーい」は「くじらも」と書いてあるので青鉛筆ですね1個目の「ここにおいでよ」はみんながと書いてあるので赤鉛筆ですね 2個目の、ここへおいでよーは、くじらもと書いてあるので、青えんぴつですね。よしきた。雲のくじらに飛び乗ろうのところは、くじらに飛び乗ろうと言っているので、 赤鉛筆ですね。話している人がわかりやすくなりましたね。今日の目当ては、2の場面を想像して工夫して読むことなので、クジラグモや一年二組のみんなになりきって読みながら、 どんな読み方がいいか考えていきましょう。ではここで切り取ったり色を塗ったりして自分だけのなりきりセットを作りましょう。まずは自分の分身くんを作ります。 人の形のところに、クーピーなどを使って、自分の顔や髪を描きます。体育の時間のお話なので、服装は体操服にしましょう。描けたら切り取って、後ろに割り箸などの棒をつけます。 次に、クジラのお面を作ります。クジラの形のところに、クーピーなどを使って、色を塗ったり、描いたりしましょう。できたら、切り取って、帽子に貼ったり、輪ゴムなどで、後ろをつなげます。 では動画を止めておうちの人と一緒に作りましょうまずは皆さんは一年二組の子どもたちになりきってみましょう一年二組の子どもたちの声の大きさや 速さはどのくらいか考えながら読めるといいですね。では動画を止め、文心くんを動かしたり、自分で動いたりして、一年二組の子どもたちが話した言葉を読んでみましょう。おうちの人がいるときは、 おうちのひとがくじらぐもになりきってやりとりをしてみましょう。よめましたね。ワークシートにどんなふうによめばいいかをかいてみましょう。 おーいは、返事をしてくれるかなと、ドキドキしているかもしれませんね。ここへ、おいでよーは、一緒に遊びたいと思っているかもしれませんね。こんな気持ちの時は、呼ぶように、 大きな声ではっきりと誘うように読む読み方ができそうですね。また一年二組の子どもたちは地面にいて、クジラ雲は遠い空にいるので、ゆっくり読んだり、 上を向いてみるのもいいですね今度は皆さんはクジラグモになりきってみましょうクジラグモの声の大きさや速さはどのくらいか考えながら読めるといいですね では動画を止めてお面をつけてクジラグモが話した言葉を読んでみましょうおうちの人がいるときはおうちの人が一年二組の子どもたちになりきってやりとりをしてみましょう読めましたね ワークシートにどんなふうに読めばいいかを書いてみましょう「おーい」は話しかけられてうれしい気持ちがあるかもしれませんね。 ここへおいでよーは雲に乗せてあげるよの気持ちがあるかもしれませんね。クジラ雲は大きくて遠い空にいるので大きな声でのんびりゆっくり読む読み方が 愛そうですね。子供たちやクジラ雲になりきってどんな風に読んだらいいか考えてきました。ワークシートに書いた読み方で2の場面を音読してみましょう。 振りり返りをしましょう今日の目当ては「2の場面を想像して声の大きさや速さを工夫して読みましょう」でした気持ちを想像して工夫して読むことができましたか次の場面でも気持ちを想像して工夫して読んでいきましょう。 これで、茨城オンラインスタディ、小学校1年生の国語、クジラグモ3時間目の学習を終わりにします。